ヤングギターの YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。ギタリストの平賀祐介です。今回はですね、久しぶりにこの6弦ギター新しく送っていただいた AZ を使ってですね、右手中心に鍛えていくトレーニングフレーズ、ウォームアップに使えるフレーズですね、こちらを20種類ほど、ご紹介していきたいと思います。中には結構難しいものもあると思うんですけど、初級者さん、特に中級者の方ですね、これからちょっと技術を見直していこうかなと自覚されている方、特に、トライしてみてほしいと思います。それじゃあ行ってみよう。EX1 はよくあるクロマチック運指のこういったトレーニング、この運指から中指と小指を隣の弦に移して、こういうパターンも構成したエクササイズになっています。で、上りの部分はこのようにアウトサイドピッキングになっているんですが、下りの部分はこのようにインサイドピッキングを使うのが特徴です。で、慣れてきたらこれ隣の弦だけじゃなくてこんな感じで1本弦を飛ばしてみてちょっとミスっちゃったけど、こんな風に難易度を増してみるのも面白いかもしれません。で、最後の方のエクササイズまでやってみた人はこんな風にハイブリッドピッキングを使ってハイスピードでやってみるのも面白いと思います。EX2 はタイミングによってインサイドピッキングとアウトサイドピッキングが入れ替わるのが特徴です。で、最初のパターンだと、リズムで言うとタツツ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 タツタツっていうタイミングで2弦が来るので、最初のうちはそこを意識的にこうその瞬間だけ2弦のところだけ気合を入れて注意してピッキングするっていう感じでいいと思います。ただ最終的にはもう2弦が来るタイミングでもう右手が勝手に反応するっていう域までいけると、ベストですね。EX さんはさまざまなアルペジオを音1種類につき2音ずつピッキングして弾き分けていくトレーニングです。で、挙動としては基本的にこの全部ダウンでそれぞれを弾いていった時のニュアンスで、その振りかぶり動作がそのままアップピッキングになる感覚です。
こんな感じですね。で、人によってなんですけれど、手が大きい人はそんなに右手そのものの位置をこうやって動かさなくていいかもしれないんですが、ちょっとそんなにカバー範囲が広くない手が小さめな方は、まあ、大げさにやるとこれくらい動かしちゃってもいいかなと思います。EX4 はまあよくある王道のハードロックリフのトレーニングなんですけど、まあ、注意点としましては、まあ、上の方の和音、この5弦と4弦の和音に対して、まあ、勢い余って6弦の開放が被らないようにしようというところですね。あとはまあシンコペーションでリズムが入っていくので、まあ、あのリズムキープに気をつける必要があると思います。EX5 はテンポ220で、まあ、全部ダウンでやるとかなり厳しいスピードなんですが、まあ、あの上の方の5弦のメロディーをアップで弾いて、6弦の開放をダウンで弾いて、まあ、あのアウトサイドピッキングで挟み込むような感覚で弾いていくと、そんなに疲れずに弾き続けることができるというアイデアになっております。で、まあ、アウトサイドピッキングが肝になる、フレーズなので、まあ、苦手だった人は EX1 とかで重点的にやり直してみるといいかなと思います。EX6 は6弦から5弦に移動するときにダウンを2発連続で入れるのが特徴です。で、人間の体の構造だと思うんですけど、あの高速ダウンって2回までなら、あの反発を利用してかなりのスピードでこうやって出すことができるので、それを活用したテクニックとなっております。で、5弦の音に関しては普通に弾くとこうなんですけど、こんな感じにピッキングハーモニクスの成分を持たせてやるとよりメタリックな響きになると思います。EX7 は EX1 と同様のフレージングにはなるんですけど、ポイントとしては弾く時のフィールが16分音符ではなくて3連8分になっているということです。で、フレーズのモチーフ自体が4音周期になっているので、ちょっとポリリズム風の響きになっています。で、コツとしては、まあ、とにかくメトロノームと合わせて正確に3連8分のフィール、これを感じながら弾くということですね。
でメトロノームがない時もしっかり足でタップをしながら、まあ、こんな感じで弾き続けていくのが大事だと思います。EX8 は、まあ、オーソドックスなボックスペンタのポジションを使ったトレーニングなんですが、特徴としては、まあ、こういう4音周期だったりとか、まあ、こういった6音の周期は用いずに、この5音周期を使って16分のフィールで弾いていくので、まあ、1音ずつ音の端っこが飛び出していくポリリズムの構造になっているというところです。で、難しいのはこの弦を飛んだインサイドピッキングだったりとか、この弦飛びのアウトサイドピッキングが随所に出現するところなので、苦手な人はそこを重点的に練習してみてください。EX9 は音の塊が1個、2個、3個、4個、5個というふうにどんどん増えていって、まあ、最終的に10個までに増えるフレーズなんですが、間に16分休符が1つずつ入っているので、ピッキングの方向がそれぞれ、まあ、弾き始めがアップだったりダウンだったりと入れ替わっていくのが特徴です。で、こういった手のフレーズは全部ダウンで弾き始めたいっていう人も一定数いると思うんですが、ここはこう旗から見たら、こんな風にカラーピッキングを入れてずっとオルタネイトのこの往復の挙動が保たれるように注意してください。で、アップで入るときとダウンで入るときとで結構音質に差が出がちなので、そこを均一に表現できるかどうかに注意してください。EX10 は音の並びだけ見ると、まあ、このようにですね、ちょっと上りは全部ダウンでいって、下りの部分は全部アップでいってっていう風にしたい人も一定数いると思うんですが、ここはちょっと初心に帰って全部オルタネイトで弾いてみましょう。オルタネイトにするとインサイドになる部分があったりアウトサイドになる部分があったりと結構入り組んでいるので、いいトレーニングになると思います。
EX11 は譜面だけ見るとかなりオーソドックスなカッティングのパターンなんですけど、これはあの4拍子でいうところの2と4、つまりまあファンクでいうとスネアが来る位置にアクセントをギターで入れてみようっていうトレーニングになってます。で、アクセントなしでこう起伏なく弾くとですね、こんな感じで、まあ、何の面白みもないわけですが、2と4にアクセントを入れてみます。そう、こんな感じでちょっとノリが出てくると思うんですね。もっと分かりやすいように生音でも弾いてみます。はい、いかがでしたでしょうか。まあ、ちょっとアクセントを入れるところは結構大げさに表現しないとアンプが反応してくれなかったりとかするので、この弾くターゲットの弦以外にも端っこの1弦と6弦まで全部巻き込んでガシッとピッキングしてやるとちょうどいいと思います。EX12 もオーソドックスなカッティングのパターンで、ブラッシングがまあ半分ぐらいを占めるトレーニングになってるんですが、大事なのはこのブラッシングの位置を調整しながらノリを出していくことです。で、全く位置調整なしで弾いてみると、まあ、こんな感じで全く起伏がない感じになるんですが、調整しながら弾く、つまりまあ1弦付近と6弦付近、まあ、極端に言えばですね、こんな感じでチャカポコチャカポコみたいな、まあ、ちょっと人力ワウとも言えるようなニュアンスが出せるんですが、それを適用して弾いてみると、はい、こんな感じで結構なんでしょうね、一気にノリが出てくる感じがわかると思います。はい、EX13 は左手の動きだけ見ればかなりシンプルなんですが、右手の弾き分けで4種類の、まあ、演奏法が登場するトレーニングとなっております。で、最初は全くノンミュートで、まあ、このようにオルタネイトで弾くわけですが、その後は全部ブリッジミュート、でその後がこの小指人差し指という移行の部分だけプリング、残りはブリッジミュートですね。で、最後はこのプリングの時に右手でピッキングハーモニクスを入れる、はい、というトレーニングになっております。で、プリングのところでちょっと無駄に気合を入れてしまうとそこで走る原因にもなってしまうので、左手がしっかり16分の音下で弦を引っ張れているかというところにも注意してみてください。EX14 はこれまたオーソドックスなボックスペンタのポジションを使ったエクササイズなんですが、ポイントとしてはこんな感じに全くこの右手に起伏をつけずに弾くと平坦な印象になるんですが、あの音の塊6つのうち冒頭2音をプリングでさらにアクセントをつけて弾いて、で、あとの4音はブリッジミュート気味に弾いてみると、こんな感じでですね、かなり起伏のついたアクティブな聴き心地になると思います。
EX15 は基本構造としてはこの3音で、冒頭の2音をブリッジミュートで弾く。でラストの1音はブリッジミュートは解除っていうフレーズなんですけれど、皆さんこれは普通だったらダウンダウンアップみたいな繰り返し、そうこういうパターンでチャレンジしたいところだと思うんですが、ここはあえてオルタネイトでトレーニングしてみてください。オルタネイトピッキングにすると当然3音周期のピッキングになるので、このダウンアップダウンというパターンとアップダウンアップというパターン2種類が出現するんですが、どちらも音質にムラがないように弾けるように意識してみてください。EX16 は右手のスイープのスピードをちゃんとリズムごとに的確にコントロールができているかというのを確認するトレーニングです。左手のパターンとしてはこの人中薬子っていう、まあ、クロマチックでいうところのこれをどんどん違う弦にずらしていった。で戻りは、まあ、偶然オーギュメントと同じフォームになりますが、人差し指、中指、薬指、小指でこうクロスするようなイメージを持てば分かりやすいと思います。それで最初のですね、1小節、まあ、その繰り返し2小節の部分なんですが、これは4音周期で16分のフィールなので比較的弾きやすいと思います。ただその後3連8分のフィールになってくると、当然その3連の周期に4音周期のモチーフが絡んでくるので、ちょっとポリリズム系になってきます。でここで注意したいのは、弦一本一本を弾いた抵抗がどのタイミングで来るかっていうのを右手でしっかりキャッチできているかっていうところなんですね。これができていないと多分冒頭の1小節目しか弾けないっていう状態になると思います。なのでここも人差し指から小指にただ到達したぞっていう感覚で一気にこう弾くのではなくて、ちゃんと弦の抵抗を4回感じられているかっていうところに注意してみてください。はい、EX17 も先ほどのトレーニングと同様にちょっとポリリズムなパターンになってます。この5音と戻りがこちらの5音になっている Am のスイープパターンなので、16分音符の4つごとの周期にこういった5音のモチーフを重ねていくので、ちょっとずつまたはみ出ていくようなパターンになっています。まあ、そういう意味ではこの後半の2小節この5連の方が、まあ、フレーズの始まりと終わりがかなり見えやすいので簡単だと思うんですが、むしろ1小節目2小節目のポリリズムの部分で、特にこの3音ですね、この3音の抵抗をちゃんと感じ取れているかに注意しつつ取り組んでみてください。EX18 は6弦から始まる C アイオニアンのボックスポジション、まあ、このドレミのパターンですね。これを使った、まあ、複雑なスイープトレーニングになっているんですが、まあ、分解の方法としては最初上りの部分の冒頭2音が
まずダウンアップでスケール弾きをして、その後のここがダウンスイープになっています。でそれに対して小指がアップで絡んでくると、要はこれの繰り返しですね。で戻りの部分は一番上のトップノートを3回ダウンアップダウンでピッキングした後にアップが3発で、まあ、戻ってくると。こういうパターンになっております。EX19 は、ハイブリッドピッキングで、まあ、よく用いられる手法なんですが、この5弦3弦1弦という弦止みのパターン、これをちょっと折り返しを入れつつ、このように弾いていくトレーニングとなっております。で、コードフォームがいろいろ変わっていくわけですが、要はこのダイアトニックコード7種類で、アルペジオを構成していくという形になっています。でコツとしては、このように全く右手でブリッジミュート成分を絡ませずに弾くとちょっと平坦なので、これくらいポコポコ言わせつつ弾いていくと面白いと思います。EX20 はまあトレーニングというか、もうほぼ実践的なソロ案という感じではあるんですが、ポイントとして、まず最初の上昇部分は、このようにですね、最初にハンマリングを入れて、その後にハイブリッドのアップピッキングを一つという、まあ非常にこれよくやる相性のいい奏法ですね。これを繰り返しながら、これは先ほどのエクササイズでも使ったボックスのこの CI オニアンのポジションですね。これを上に上がっていくと。で、その後は、こちらの1音飛ばしで加工していく、このパターンの弦飛び版と捉えてみると分かりやすいと思いますね。で最後が、これはピック、まあ、ダウンピッキングですね。で中指、中指というのは右手の中指のことです。で最後3弦が薬指でハイブリッドピッキング。そう、この3発のピッキングに注意してください。いかがでしたでしょうか。まあ、20フレーズ結構量がありましたけど、まあ、これですね、ヤングギターさんの奏法解説に出演させていただくとき毎回言ってる気がするんですが、僕自身もものすごくいい練習に今回なりました。で今回披露したフレーズはですね、実は今年発売しました、僕が所属しているバンドアライズインスタビリティの、セカンドフルアルバム Those Again、再来ですね、
こちらに収録されているフレーズにも結構応用されている部分が大きいので、こちらのフレーズいろいろ練習しながらそれを聞き直してみるといろんな発見があるかもしれません。じゃあそういうことで、皆様ご視聴ありがとうございました。平賀雄介がお送りいたしました。